みんな祈っていてほしい。この子が大人になれるように銃もなく核もない戦争という言葉もなくなり、世界中の人がみんな幸せに暮らせるように、顔形肌の色国や宗教が違っていても、神様が人間に与えてくれた笑顔は同じ。みんな心で感じてほしい。このままの世の中ではいけない。戦争という言葉もいらない。争いや憎しみから悲しみがまた生まれる。顔形肌の色国や宗教が違っていても、神様与えてくれた笑顔は同じ。忘れることから愛が生まれる。国と国違っていても全て